荷ほどきが終わったの？はい、俺だってもうちゃんと自立した大人ですから。違うんです、七香さん、これは。あ、ゆりくんも男の子だったのね。どうだった、ゆり、バッチリだろ。このドジキショーどもが。あ、今は結構です。さっきのことなら大丈夫だよ。俺はお前が男でも構わない。そうか、実は俺もお前のことが。七香さん、今のはですね。ごめんね、ゆりくん、私ちょっとお友達に電話してこないと。たか、ゆうすけ。へいらっしゃい、何にしやす。あ、いた。私はおじさんが食べたいの。どうしたケバ。何かあったの？あずささんが魚屋のおじさんを食べようとしてた。魚屋のおじさん？お前は何を見てきたんだ。俺は浜崎の奥さんが欲しい。アイナ？時田先輩が。あの人がどうした？人妻に手を出そうと。ちょっと待って、お前はさっきから何を聞いてる？何かの聞き間違いじゃないの？多分それ勘違いだと思う。え？それ全部魚の名前だから。そうなの？すごいネーミングセンスだな。じゃあさっきのあずささんも時田先輩も魚を買おうとしていたと。うん、あの二人仲がいいね。あいつらいつも一緒にいますからね。へえ、どんな関係なんだい？裸の関係です。またまた冗談だよね。いえ、本当です。本人に確認してみては？見た目はクールだけど中身は天然入ってて。そうですね。二人の間には障害が多いとか。ええ、まさにその通りです。どうしてそんなことを？いや別にいいんだ。愛の形は人それぞれだからね。うん、いや、一応言っておきますけど、このまま寝られたら何があっても知りませんからね。そういうことだったの。だからさ、ちさ、練習に付き合ってくれないか？落ち着こう。買い物の時みたいに誤解かもしれないし。本気なの？ああ、本気だ。俺も好きになってるからな。誤解じゃない！だったら俺の体に重いものとかを縛ってくれないか？どういうことだ？まさかさっきキャバ子が言っていたのは特殊性癖の目覚めという意味か？いや、だがさっきの一言だけでは断定は。それはちょっと危ないかな。そうか、だったらせめてもう一度事実確認を。思い切り俺を踏んでくれ。ご注文の AV200 本詰め合わせセットお持ちしましたよ。 AV200 本？ アニマルビデオね。最近動物に目覚めてさ。そうなの？すいません、ここからだと全部入らないので開けてください。 LINE の表示名をアミに変更している。ガーハー、スパムメッセージだ。貸せ。何これ？これは友達が名前を変えていたずらしてるだけなんだ。濡れちゃう。服は脱いだ方が。わかった、脱ぐ。よし、じゃあやるぞ。何やって、本当に何やってんの？ケバコ、貴様ここで何を？実はこれダイビングの練習なんだ。どうして正直に言ってくれないの？正直に言ったんだが。だって明らかに上級者向けの変なことしてたじゃない。
いや、むしろ初級者向けなんだ。アイナ、これ本当にダイビングの練習だから。え、そうなの？なぜチサだと一言で信じる。暴れないの。ジタバタしないで。もしもし、警察ですか？あいつ、一体何カップあるんだ？リズリンはパナイですよ。いいになってしまいました。知人だ。マジで？とてもそうは見えねえんだけど。お恥ずかしいです。あの、皆さんはどうなのでしょうか？あー、聞くの？リンちゃん、限りなく B と言って差し支えない A かな。 A？ 羨ましいです。いつの間にかそんな天と地の差がついていたなんて。尾形、いくらなんでも今のは。え、もしの話？なんだ、もうびっくりしたな。いや、私もてっきり。なぜ胸の話だと思ったのか1ピコメートルも理解できないのですが。でも実際リズリンはさ、もちっと自分の胸の戦闘力を理解した方がいいかもよ。あの、本当に面倒かけて申し訳なかったわね、ユイガ君。いえいえ、何にせよ見つかってよかったです。じゃあ俺はこれで。先生！すみません先生、失礼します。思ったより華奢で軽って。すみませんすみません、変なことなんて考えてませんから。部屋に帰ってからの記憶がないけれど、自力でベッドにたどり着いていたとは。しかも眠いにもかかわらず部屋の片付けまでしていたなんて、さすが私ね。最近まで F でしたが、先日の結果では G に。 G！ そんな判定ある？いかん、想定外だ。E が 20% 未満ということは F が 0% で G はマイナス 20%！ 俺は絶対諦めたりしないからな。一緒に結果をその手に掴み取るまでは。何としても触るという固い意思表示。変態です。ユイガさんがこんなに変態さんだったなんて。ほんの一瞬触るだけですからね。あの、尾形さん、触るって何の？人の店で人の娘のどこ触ろうとしたんだ。先生！いやー、誤解する！なんてこと。あなたまで私のために犬ちゃんを。我が人生に悔いなし。石城さん、膝から崩れ落ちるほどに。前髪変ですか？もしかして熱でも。 100% 逆なんだこれ。すみません、ご心配では及びませんので。成幸さんが私に敬語？はて。あなたの変貌を目にした男子が急によそよそしくなり始めたら兆候！とてもいい兆候よ。あなたの美貌に彼が参り始めている証拠なのだから。参るとはつまり成幸さんとより親睦が深まるということですよね。今日の私どうですか？どうです？そのなぜ目を背けるのです？いや、だってそりゃ美人すぎて至近距離で直視でき、つか、なんで初対面でこんなに積極的なの？この人逆なんて思ってたより怖い！ She is my precious steady! あれ？なんか今言い間違えた。ステディ1、安定していること。2、1人の決まった相手とだけ交際すること、またはその恋人。恋人？
わっ、どこ行くの？わあ、今顔見